さて、この世界を調べるっつっても何から始めたもんか。ま、とりあえず話のわかるやつを探すしかねえか。何か手がかりは。と、早速見つけたみてえだな。てててて、くそ、いけると思ったんだけどな。ちょっと花村、大丈夫？だからやめとけって言ったじゃん。いや、だってよ、せっかく自転車落ちてんだし、うまくすりゃ探索に活用できるじゃんか。こんなわけわかんない場所で乗り回せるわけないじゃん。実際事故ってるし、危ないっての。まあ、だな。気づいたら周りの景色変わってっし、常識通じねんじゃ運転もままならねえか。当たり前っしょ。ほら早く立って。ってか、さっきから聞こえるこの声何？え？声？本当だ、聞こえる。人いるって。うわあ、すんません、すぐ。足、死ぬかと思った。大丈夫？怪我とかない？悪い、もしかしなくても俺が事故に巻き込んじまったんだよな。頭がクラクラする。おいおい、こりゃ一体どういうことだ？おお、どなた様？あ、もしかしてこの子の知り合い？お前らつまんねえことしてんじゃねえよ。ったく、寄ってたかって女の子いじめて楽しいか。誤解、誤解っすよ。いや、俺のせいってのは確かだけど、断じて誤解で。何わけわかんねえこと抜かしてんだ。いいからその子から離れろ。出なけりゃ出ろ、インスレーター。それってペルソナとは違うみたいだけど。ちょ、待って、とにかく話を。なになに、すっごい。その子自分で作ったの？なんて名前なの？え？名前？この子はインスレーターって名前なんですけど。かっこいい。でも今どこから出したの？あ、いや待って、自分で考える。さっきまで持ってなかったしな。あー、ダメ、全然わかんない。その子のこと詳しく教えてよ。どんな素材で作ってるの？変形とかする？なんだよ、いきなり素材とか変形とか、そんなの俺だってわかんねえよ。ったく、調子狂うなこいつ。どこから出てるのか、手なのか、どこに収まってんだ。そういやこいつ、なあ、もう俺まで変なこと気になってきたじゃねえか。もっと教えてよ。ねえ、あの子剣見てテンション上がっちゃってるけど。見てえだな。全然大丈夫じゃん。だって体内から剣を生成とか超クールじゃん。おとぎ話のキャラクターみたい。それで、ああ、俺か。
俺はキド・ハイド。ハイドでいい。ハイドね。あとそれにあなたたちは？私は里中知恵、こっちは花村陽介かな。よろしくって合ってんのかこれ。って仲良く自己紹介してる場合じゃねえだろう。お前大丈夫なのか？大丈夫って何が？いやだから襲われてたんじゃねえのか？誰が？お前がだよ。誰に？だからあの二人に。何それ？だから誤解なんだってば。俺がそのチャリで転んでその子を巻き込んじまってさ。びっくりしたよ。気づいたら私下敷きになってたんだから。いや悪い、ほんと謝るよ、ごめん。あ、そのなんだ、なんかすまん。あー、いや別に謝ることはないけど。まあいいんじゃね、あんま気にしてもって俺が言えた義理じゃねえけど。ここは学校でも放課後のおしゃれなカフェでもないんで、そろそろ先頭していただいてもよろしいですかね。こちらとしても大会って言ってるのに、なあなあで進められちゃうと困っちゃうんですよね。またお前か。でもみんな悪い人じゃなさそうだしな。ここだけの話、あの茶髪の男子と女子も面白い武器持ってますよ。よし、バトルやろう。抱きつけやがった。じゃあハイドは私と組もう。なんかグイグイ来るな。たく、結局こうなるのかよ。おっと、早速タッグが結成されたみたいですね。これぞ青春、和コードの正しいやり方。なんでそんなやる気になっちゃってんの。マジかよ、こっちは穏便に行きたいんだけどな。簡単には逃げらんなそうだね。適当なタイミングで切り上げるしか。そこぐちぐち文句言わない。この後に及んで拒否ったらペナルティーですからね。司会者様のご意向じゃ仕方ねえ、手早く終わらせるぜ。Get ready, ready.Can't escape from crossing fate! Fight! どうよ、もっとどうよ、やる。どうよ、やるじゃん。ちょっと待って、そうか、どうよ、やるじゃん。やる、どうよ、やるじゃん。ラブレン、そう簡単に耐えられる。そう簡単に、ちょっと待って、ちょっと待って、諦めない、勇気はちゃんと。
ずらかれ、ずらかれ。ああ、待って、その不思議な人形、もっとよく見せてってば。じゃ、ルビー、どこ行くんだよ、おい。行っちまった。いや、元気な子でしたね。結局こいつに流されて戦う羽目になっちまった。あんた一体何が目的だ？目的だなんて、最初に言った通り、私はただの司会進行役ですよ。どうだかな、あんたが何を考えているか必ず暴いてやるよ。